コウノトリ大作戦は2016年に公開されたアメリカ映画。コウノトリが赤ちゃんを運んでくるという偶話をもとにしている。監督はニコラス・ストーラーとファインディングにもモンスターズ・インク、カーズ、トイ・ストーリーなどのディズニー・ピクサー制作の作品を手掛けたダグ・スウィートランドが務める。コウノトリのハンターが社長として君臨している荷物宅配会社。 コーナーストアは昔は赤ちゃんを作って配達していたが、危険かつ、会社の方針で荷物のみ運ぶようになり、業績は伸びていった。ある日、弟が欲しいと願うネートは、たまたま見つけた赤ちゃん申し込み書を使って、弟を申し込む。その頃、コーナーストアでは、従業員のジュニアが、ハンターから昇進を告げられ喜ぶが、配達される途中で、担当のコウノトリに見捨てられてから、 会社に居続けている人間チューリップを解雇する役を押し付けられる。解雇をためらう彼はチューリップに嘘をついて閉鎖した工場で働くよう言い渡す。そこへネートの手紙が届き赤ちゃんを作る機会が作動してしまう。このことを知ったジュニアは社長に知られたら昇進できなくなると思い二人で赤ちゃんをネートの元へ届けに行くのだった。ありがとうございます。